沢村のあなたの人生聞かせてください。はい、今回は、第3回目ですね、総流チャンネルの、鳥ですね、金龍さんゲストで、ありがとうございます。テンション高いな。お疲れ様です。お世話になります。テンション高い背景じゃないですよね。後ろ鳥出てます。後ろの鳥は神社ですか、そこは。これは犬鳴神社ですね。犬神様系のお話、あれなんですか、神社なんですか、そっち。前に私たち総流調査団っていうのをやっておりまして、で、はいはいはい、結構この犬鳴神社には、なんか心霊スポットの一つっていうことで、ちょっと行ってきたんですよ。あ、へえ。で、結局、実際、本当に、私たちの動画にも残ってるんですけれども、声が入ってる、最終的に声がちょっと若干入ってたりもして、そうなんですよ。なので、思い出深い神社なんですよね。ここに、隣にいるのは黒龍です。特別ゲストで微動だにせず。特別後ろだけ。これ多分あれですね。ずっと、今回の動画ずっと黒龍さん後ろ向きのまま出る感じ、ね。後ろに見守ってくれてるんですよ。いわくとかそういうものとかお聞きしても大丈夫ですか、これは。ですね、なんか結構他のところの心霊スポットを行く YouTube、YouTuber の方もいらっしゃるんですけど、結構呪いの、なんか、藁人形ではないんですけど、はい、なんかそういった形で、やっぱ訪れる人がいるとか、そういう噂はあるんですけど、とっても綺麗なところで、はい、神社自体はすごい、本当綺麗で、ちゃんと祀られてる状態だったので、うん、神社の中ではそんな奇妙な体験は全くなかったんですけど、土砂崩れかなんかがあったようで、なんていうんですかね、参道をずっと石垣が置いてあるんですけど、そこをずっと歩いていくと、その、土砂崩れのところに落ちるっていうような形になっちゃってて、結構怖いところですので、夜は行かない方が、賢明だと思いますね。視界が悪いと危ないっていう感じですね。そうですね。あっという間に落ちて、本当に土のうが積んであるんですけど、気がつかないで歩いたらそのまま本当転落するみたいなレベルでした。本当はちょっと調べた感じだと、やっぱあれですね、道が細かったりとかする感じですね。そうなんですよ。これは暗いと危ないかも。暗い時に行ってますけど大丈夫だったんですか。私たち懐中電灯持って、はい、結構明るいやつ持って行ったんで気がついたんですけど、本当は携帯とかのライトで歩いてたら、あれは本当危ないと思いますね。うんうん、呪いとかね、そういう呪いの藁人形みたいな噂を立てられちゃうの、神社としては、かなり、なんか、迷惑というか、感じですよね。そうですよね。多分人が寄りつかないっていうような、あと暗いっていうような状況だから、そういう風な形に使われたりとか思ったりするんでしょうけれど、中は本当、ほっこりした、神社だったんで、で、まあ、私たちが行く前に、その YouTuber が行った時には、プリクラかなんかに画鋲っていうんですか、なんか、あれが刺してあって、なんか、怖ーとかっていうシーンは見ましたけど、全然気がつきませんでした。まあ、ね、なんか、噂で勝手にそういうことをやる人もいるんでしょうね。迷惑なんでしょうけど。いると思いますよ。なんか神社自体はね、すごくいい神社だとしても、使う人がね、そういうふうな形にしたりするんで、悪い噂が立ってしまったりとかするっていうところ、結構あると思いますからね。あると思うんですね。近所の神社とかでもね、小学校の頃とか、うん、神社といえばなんか呪いの人形みたいなところありましたからね。一時ね、そういう時のブームありますからね。ありますよね。なんかこう、ね、お寺とか神社とか墓地だって言ったら、何でもかんでもね、悪いというか、幽霊が出るだのなんだのっていうのとこう結びつけちゃうね、こう年代の時ってありますからね。あります、あります。でも ここの神社は本当思い出深いですね、総流チャンネルとしては。どの辺がその思い出深い感じだったんですかね。ですね、超絶道に迷ったんですよ。たどり着くのに、多分、たどり着くのに、本当場所が、全然Google マップさんに乗ってくれないんですよ。
電波が多分ないからなんでしょうけれど、たどり着くに多分2時間3時間かかりましたもん。おもう本当で途中で、その時あのツイキャスかなんかでも生配信してたんですけど、何回もう電波がなくって切れたりとかしちゃったかっていうぐらい、本当大変なところでした。なんか位置的にもなんか千葉の真ん中あたりにある感じですね。山奥のかな、山奥なんですよ。で電波がなくって、あのなんか大きい音でラジオかテレビか流してるような民家もあり、それもそれで怖いし、しかもその時点で道に迷ってここどこみたいな、本当に本当もう Google さん頼りに行ったから。全然道が分かんなかったです。ああ、まあね、カーナビとかも動かないでしょですかね、そんな場所だったら。いや、本当そうなんですよ。で、もう、すぐ近くにありますみたいな表記になるんですけど、畑しかないんですよ。どこみたいな。畑の真ん中にあるのみたいな感じなぐらい。何にもなくって。それで、ようやくそこからまた1時間ぐらいぐる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 回って、なんか、あの、沼地にはまったりしながらもう、いや、ようやくたどり着いたとこなんですよ。おー。あの、神社よりも道中の方が細い道だったりするんで怖かったですね。ああ。多分、たどり着いた時にはもう12時ぐらいだったんですよ。ああ、まあ確かに真夜中っぽいですもんね、写真見るだけ、ね。そうなんですよ、本当に。多分、ちょっと、ね、そういうので、なんか、一番というか、まあ、あまり行かないんですけれど、思い出深い場所でしたね。まあ、大変さも相まってみたいな感じですね。帰り寝てましたから。いや、まあ、でしょうね。で、しかもその、寝てるのを、普通に、ツイキャスで流されてるっていう、気がつかねえし、みたいな。ひどい。ソウリュウのこのバンドの方では、はい、ボーカルを金魚さんにやってるらしいんですけど、はい、どういう経緯でこのボーカルになったんでしょうか。いや、もともと私が声かけられたのは、前に DK のやつで出たと思うんですけれど、はい、金髪だったんですね。で、その時なんで金髪だったかっていうと、コスプレイヤーだったんですよ、私もともと。ああ、コスプレイヤーだったんですね。はい、今も現役コスプレイヤーなんですけど。現役で、はい。現役でやってるんですけど、もう昔から本当アニメが好きで、アニメとか漫画、はい、ゲーム、もう全般好きで、ハマり出したらもう沼るぐらいの、子だったんですよ。で、引きこもりのオタクで、高校の時に、一番ハマったのが、スレイヤーズっていう、荒泉瑠衣さんが絵を描いたりとかして、あれにドハマりして、で、そこからもうコスプレに目覚め、高校でコスプレデビューしましたね。ああ、高校で。スプレデビュー、なんか、まあ、完全に引きこもりのオタクのファッションではないですけどね。金龍さん見てる。よくね、言われるんですけど。まあ、本当にあの時のあの写真は本当に、あの時は多分、ペルソナの罪罰が私の中ではブームだったんで、はい、それのリサっていうこの、確かリサだったと思うんですけど、コスプレしてた時に、ロングの金髪だったんで、それにしてたんですよ。ああ、別にそのなんか、バンキアだったわけではないってことですね。全然。好きで、ロリータとかの服は着てたりしまして、してたけれども、本当に人見知りの引きこもりのオタクだったんですよ。いや、全然見えないですよね。いや、本当だから。そんなコスプレしなそうには思いますけど。自分でやりたいことにはまっすぐ頑張るみたいな。まあ。ね、オタクの気質はありますよね、それね。オタクなんで、それがもう始まりであって、一番最初に、やっぱ小学校の頃にランマンにハマって。あ、ランマン、はい。そうなんですよ。ランマ2分の1にハマって、そこから、中学の時にはサザンアイズにハマって、でサザンアイズのその藤井薬もっていうキャラクター、糸目のかっこいいキャラクターが、ね、はい、でもめちゃくちゃ惚れ込んで、中学3年間はその彼に、もう、
沼ってましたよ。沼ってた。はい。で、藤井彦もね、男子にも人気なキャラクターですかね。あ、やっぱそうですよね。トーチャオのね、真似をするっていう。そう。かっこよかった。トーチャオって言っても分かんない人多いかもしれない。多いと思います。いや、でもね、サザンアイズにハマっても部屋中ポスターだらけになって、もういつもヤクモがもうすぐ目に入るような状況にして、で、中学卒業して高校に入った時にハマったのがスレイヤーズ。で、スレイヤーズのキャラクターでも、ゼロスっていう、ちょっとマニアックな魔界の、キャラクターがいたんですけど、やっぱそれも糸目のロン毛だったんですよ。うん。糸目にやられていく。糸目やばいなと思って、で、まあ、あとロン毛キャラとかも好きなんで、で、そこが、高校の時卒業した時に、まずその高校の時スレイヤーズにハマって、スレイヤーズのキャラクターの、ジョセフィーノおばさんっていう人の、コスプレがからスタートになって、はいはいはい、で、専門学校、声優の専門学校行ってたんですよ、私。あ、へえ、声優さん。そうなんですよ。声優になりて、もうそのやつにハマりすぎて、まあ、声優になりたいなっていうことで、演劇とか、アナウンスとか、あと声優の勉強とかもしてたんですけれど、その時に、沼ったのがアンジェリークっていう、やつなんですよ。乙女ゲームのね。そうなんですよ。始祖と言ってもいいような。本当に、もう駆け出しの頃でもう、だからゲームショーとかも行きまくってましたし、それこそね、国際展示場とかも行きまくってましたし、で、そこからアンジェリークもやったりとか、あとは、その時ぐらいに流行り出してたのが、あれか、ナルト。あ、ナルト、はい。はい。で、ナルトの時だ、単髪の、私、白髪にしてたんですよ。今で言うと、アッシュ系って言うんですか？はい、はい、はい、うん。自分の髪の毛を全部脱色して、白くして、で、カカシ先生もやってたりとかして。あ、カカシ先生、うん。そうなんですよ。確かに、カカシ先生の色ですからね、あの色は。うん。で、カカシ先生もやったし、その後、まあ、ワンピースとかのサンジもやったりとか。サンジ。いろいろ本当やってましたね。その後は、桜大戦とか。はいはいはい。で、その次ぐらいに、ペルソナをやったんですけれど、その時に、うん、なんかロックな姉ちゃんだみたいな感じで声をかけられて、そういうバンドとかやってんのって言ったけども、何言ってんのかこの人よくわかんないなと思って、ちょっと自分よくわかんないっすって。どこで会ったんですか、それは。工場で働いてたんですよ。はいはいはい、食品の某結構大きい、はいはい、老舗の工場のところで働いてたんですけど、その時ここしか出ないんですよ。はい、食品なんで、まあそうですね。マスクもして、ここだけしか出ないで、髪の毛とかも全部、帽子の中に入れちゃうんで、うん、で、そこで帽子脱いで、まあ、あとこういう性格なんで、ちょっとド M な上司がいた時に踏んづけたりしてたんですよ。は？喜んでんじゃねえよみたいな感じでね、冗談でね、ぐりぐりやってたら、時を見られまして、で、ちょっと、その、食品工場にいそうにない人間がいるみたいな感じで声かけていただいた形ですね。あ、なるほど。はい。ちょっとド M な上司のところはざわつきますけど。いや、なんかこう、なんか、いつもこう、なんか、おいとかっていう人がいらっしゃったんですけれど、そういう人に対して、オラオラ系で返すと、すごく喜んでくれるんで、ね、ちょっと、こう、ぐりぐりっと踏んだりとか、引っ張られたりとかして、た時に喜んでいただいてた時を見てたみたいですね。はい、まあそれでスカウトされると思う。まさかそれでね、スカウトされると思わなかったんですけどね。でそこからそのバンドに入ったんですけど、まあもともと、さっきも言った通り、声がでかいんですよ、私。ああ、はい。はい。肺活量が半端なくって、声がでかい
ていうのも、まあ、良かった点だったんですけど、まあ、楽器うちメタルバンドだったんで、もともと。なので、声を張り上げて、声が通る人を探してる的な感じになって、それで、今に至るみたいな。はい。でね、また、そういう声、アナウンスの学校とか声優さんの学校とか行ってたらね、その発声とかもちゃんとできるようになりますからね。うん、そうですね。ひたすらやらされてましたからね、アメンバーカイナ、アユエオとか。アユエオみたいな。結構それをひたすらやってた時代もありましたから、まあ、でも私ちょっと滑舌が悪いんですよ、やっぱり。あ、そうなんですか？そうなんですよ。で、滑舌が悪いから、結局、細かいこととか、声優さんってやっぱり滑舌が良くないと、セリフを言ったりするのに噛んだりすると、まあ、ちょっと後々、ね、直さなきゃいけないとか、そうなんですよ。うん、そういうので、結局、なんだかんだって、1年間行ったんですけれど、2年目は行かずに終了っていう形にもなってしまって、うん。で、その後に働いてた時に会ったみたいな感じなんでね。あ、その、一番まあ、あれですよね、多分スカウトっていうか、今やってて一番得してるのは肺活量ですね。ものすごいんですよ。私、結構ここから、女性ってここから、まあ、胸があるじゃないですか。はい。胸っていうよりも、私、鳩胸で、ここからもう全部肋骨なんですよ。肺がでかくて。肺がでかいっていうのはあるんですね。なんか、ちょっと自分よくわからないですけど、そういうのあるんですね。肺がでかい。そうなんです。一回その入院して手術するときに、要は麻酔を入れて、全身麻酔だったんで、呼吸器を入れるじゃないですか。はい。はい、で、それのときに肺の大きさを調べるのに、肺活量を調べるやつをやったんです。はい。こう、ふぶってやるやつで、うん、ほぼ一周ぐらいするときに、看護師さんがドン引きしました。こんなにあるのかみたいな。水泳の選手か何かって聞かれたんで、いえ、普通の一般人ですって答えて。あ、でも、水泳の選手って相当ってことですよね。そうですね。だから、うん、本当肺活量はでかいと思います。自分で言うのもなんですけど。一回、川村さんもやったことあると思うんですけど、救命救急の人形あるじゃないですか。あ、ありますね。で、ほら、心臓マッサージしたり、はい、マウスとマウスをしたり、みたいな、あると思うんですけど、あれの人形の肺を壊して超怒られました。あれって壊れるんですか？聞いたことないんですけど。こう、気道加工して、息を吹き込んでくださいって言ったんで、って思い切り吸って入れたら、ポフって音がしたんですよ。あって思った瞬間に、結構やっぱ破れにくい素材の、肺らしいんですけど、爆発しまして、で、交換も結構大変だったみたいで、めちゃくちゃ怒られましたね。死んでるよって。いや、そりゃそうでしょ。助けようと思ってタイプみたいな。ああ、それはちょっと面白い話なのね。そうなんですよ。キルドも結構あるんで、シュルさんに負けないエピソード、強いですね、エピソードが。そうですか。いや、もうな、もうその、私はきっと、その、軌道確保して、マウスとマウスはやらない方がいいんだなって、どれぐらいがその普通の人の状態かわからないんで、自分が入れた呼吸が全部なっちゃうと爆発しちゃうんで。で、よく、こう、金龍さんとツイッターとかでお話しするのはね、ゴールデンカムイがお好きだっていう話を。金カムは今の沼ですね。本当に沼なんですよ、今。もう、私、結構みんな多分、多くの人は、杉本彩智を好きになると思うんですよ。ゴールデンカムイを見てる人たちは。だけど、私は、尾形百之助っていうのが、キャラクターがめっちゃ好きで、もうこういうグッズまで集めちゃってるぐらいなんですよ。それ、キツネかなんかの尾形。これは、うん、違うんですよ。これは実は山猫なんです。あ、山猫。山猫の。そうか。うん、そうなんですよ。
尾形って言って山猫じゃないですか。はい。それで、その尾形のぬいぐるみ、フォゼオっていうんですけど、うん、とか、あと、こういうのも集めたりしてるんですよ。あ、これキラキラしてるかわかんない。キラキラですね。こういう、今年出た、ハロウィンカードで。そうです、ハロウィンのやつで。うん、こういうのも集めたりするほど沼ってます。本気の沼です。はい。お景色種といえば山猫だですからね。そうなんですよ。それのやっぱモデルが、やっぱ、うん、その山猫の、あの、やつだったらしくって。そうですね。あの、山猫は眠らないという、そうです、有名な映画があって。うん、かなりゴールデンカムが映画オマージュ多いですからね。そうなんですよね。なんか、あの、エドガイ君も、やっぱ、あの、その映画のやつの、カワハギの話の人のメインだったりとかするんで。あの、殺人鬼のが。そうなんです、そうなんです。うん、で結構そういうのが被ってて、あと、土方歳三とか、やっぱそういうね、新選組好きだった人っていうのは、やっぱり、はいはい、ね、あの、ロマンがある、まだ生きてて、さらに戦ってるっていう。そういうロマンがやっぱあったりするんでね。ありますね。うん、土方、でもね、土方の好きな、こう、強みの人は、あそこで出て欲しかったから、こう、ゴールデンカムは読まないんだって言ってた友達がいて、あ、うん、あ、そうなんか、いや、でも読んで欲しいんだけど、と思って。あれはね、あの、年を取っても、やっぱりかっこいいものはかっこいい。うん。うんうん、すごい良かったです。最後の方でもやっぱ男を見せた感じだったんで、最高ですよ、ゴールデンカムイは。いや、まあ、あの、土方は、あの、一応死体見つかってないので、そうなんですね。自分ゴールデンカムイみたいな展開を持ってくるのはありだなと思って。うん。うん、すごい、その方が夢も広がるし、最終的にね、うん、やっぱり、戦って、自分の夢を勝ち取ろうとするところとかがすごいかっこいいなと思って、うん。あれは本当いいですよ。もうみんなに勧めてますもん、今。いや、ね、読んでほしいですよね。周り、ね、出来もすごくいいですか、声優さんもかっこいいし、うん。そうなんですよ。で、アニメにハマってしまったのが海賊ボータローがちょっと今、あってボータロー声つくと余計かっこよかったですからね。もういや、めちゃくちゃかっこいいですよ、あれは。うん、もう、坊ちゃんの最後とかも、もう、ね、すごく良かったし、あの、白石との坊ちゃんのやりとりとかもものすごい好きだったんですよ。あれね、良かったですよね、うん、ボータローと白石のね。本当良かった。で、最後白石が坊ちゃんの夢を叶えるみたいなところの終わりもすごい好きだったんですよね。うん、あの、ボータローってちょっとこう、なんか、ヘイトを買いやすいようなキャラクター造形で、その、うん、デザインとかは受けるけど、うん、その、うん、敵として見たりとか、うん、いや、こいつちょっとボータル許せないなって思うような人がいてもおかしくないぐらいな、うん、立ち位置にいるのに、うんうん、白石との関係でものすごくエモくなるんですよね。そう。もうね、あの、本当に坊ちゃん白石好きなんだなっていうのはすっごいよくわかるし、うんで、あの、坊ちゃんが一番あの中で大人だなと思うのが、うん、あの、アシリパちゃんとかに、あの、好きな人には、自分の好きなものを食べてほしいよね、みたい、うん、好きになってほしいよね、とかって、こう、乙女心をくすぐるようなことを言うのも彼だけだったんですよ。うん。まあ、あとはね、結構、あの、問題児ばっかりですかね。問題児ばっかりだったんで、うん、あれなんです。基本下ネタはもう多いじゃないですか。多いですね。もうそれもまた面白くって、私の中ではもうツボでしたね。あ、もうなんか好きあればね、下ネタ入れてきますからね。すいません、ちょっと、つよしが登場してしまいましたけど、すいません。特別ゲストがね。特別ゲスト来ちゃいました。今まで寝てたんですけどね。いや、でも本当に、そういった意味でゴールデンカムイは最高の、沼ってる作品ですね。うん、でもなんか、杉本が好きっていう人よりは、うん、自分の周りだとかなり尾形ファン多いんですけどね。尾形さん。ああ、本当ですか？うん、尾形ファンかなり多いですよ。うん、ああ、そうなんですね。うん。ツイッターとかでも尾形はよく見かけるので。ああ、
まあ、最中はまっすぐな人ですからね。うん。うん、で、大型の場合、自分で頭を、ほら、子供の頃撫でてもらえなかったから、うん、自分で頭を撫でるじゃないですか。それが多分、うん、こう、乙女心をくすぐるんだと思うんですよね。撫でてあげたい、可愛がってあげたいとか。ね。はいはい。尾形のね、キャラクター造形って結局、その読者しか知らない面が一番よく出てるんですよね。うん、他のキャラクターはそうじゃないんですけど、まだ、なんとなく、その周りの人たちに、うん、まあこう、まだ杉本とかもそうですけど、杉本はこういうやつだっていうようなことがわかるんですけど、尾形のことを、まあなんか正しく理解とか分かってるんで、うん、まあ杉本がなんかが一番よく分かって、ってる感じなんですよね、結局。うん。うん、だ今、二つ私が沼ってるのがありまして、はい。その、ゴールデンカムイっていうやつと、あとツイステッドワンダーランドっていうのが、本当ツイステ。はい。今、コスプレしてるのもツイステのキャラクターを。ツイステ、コスプレしてるんですね。しちゃってます。おー、なるほど。そうなんですよ。本当、一度沼ると本当、底なしなんでね、私の場合は。それがちょっと困ってるんですけどね。ああ、今いいじゃないですか。ハマれるものがある方が。ツイステはどの辺が、おすすめというか、ハマった、あれですか？ツイステは声優さんたちですね。超豪華ですし、あと見た目も、すごい、それこそ漫画で、今多分テレビ、か、なんかでまたやってるのかわからないんですけど、黒羊っていう漫画を描いている人が、はいはいはい、そうなんですよ。それの描いてるらっしゃる方が、デザイン画をツイステのやつはやってて。あ、そうですね。嫌な先生ですね。うん。そうなんです。で、さらに、あれじゃないですか。ディズニーじゃないですか。はい、ディズニーです。ディズニーって言ったら普通上、そうなんですよ。もう、ね、ピックアップされないヴィランズの話なので、そう、通常の、王子様とかプリンセスとかじゃなくって、ヴィランズの、なんつうの、育成学校みたいな感じなんで、そこが結構、やっぱり、つぼりますよね。イケメン揃いですし、私の好きなもロン毛ばかりだし。ロン毛、いや、そう、ロン毛好きなんですね。さ、ボータローもそうですもんね、ロン毛ですもんね。だからちょっと、ね、今、ボータローにね、浮気しそうで本当怖いですよ。ロン毛、もうすごいロン毛ですよね。そう、もうなんだろう、引きずるぐらいありますからね、ボーちゃんは。使えるぐらいの、はい、武器とかに使えるぐらいの。ね、そうなんですよ。やっぱ、あと、ヒップ前、まだ沼にはなって、まあ、ちょっと前まで沼って板バッグ作ってたような感じなんですけど、ヒップノシスマイクっていうのもハマってますね。ああ、ラップのやつでしたっけ？そうです、そうです。それもちょっと、ね、ハマってしまっても、大変です。いや、ヒップマイはなんか、こう、ものすごくいろんな層に刺さるみたいで、全然そのアニメとかに興味がない、こう、フォロワーさん。が、突然引く前にハマってて。おいい、素晴らしいことです。趣味もあったんですね、みたいのが。そう、結構年齢層が多分幅広くハマれるようなやつだと思うんですよ、引く前自体が、うん。結構長くやってるやつなんで、で、まあ、キャラクターもみんないいですしね。うん、声優さんもやっぱりいい声優さん使ってるんで、はい、歌うまいし、やばいですね。ヒップマイで、まあ一番オーソドックスな山田一郎っていうのは、今のジャイアンの声の、あ木村すばるさん。はい、スバニーがやってるんで。はい。やっぱ。スバニーって言われてるんですね。うちらっていうか、まあ多分、うん、そういう系好きな人は多分スバニーって呼んでますね。そうなんですよ。この人形みたいなのを被ってる画像とかも出てきたんですけど、何やってんでしょうね、木村すばるさん。スバニーはね、いろんな、確かにそのタコのやつは、あれなんですよ。舞台かなんか、あの人やってるんで、はいはいはい、なんで劇団バカバカっていうやつかなんかだったかな、うん、をやってらっしゃるんで、それの時の衣装かと思いますね。
や、木村すばるさんは本当こう多彩ですよね。いろんなのにも、ね、ドラえもんのジャイアンだけじゃなくて、いろんなね、今年の大河にも出てますからね。そうなんです、そうなんですよ、うん。ドラマとかにも出てたりするんで、確か、あれですよね、仮面ライダーかなんかにも出てたような気がするんですよね。あ、出てましたね。うん。で、結構演技力もいいし、キャラクターもいいし、うん、結構愛される人ですね。スバニー。なんかこのまま芸歴を重ねていくと一体どうなってしまうのかみたいな人ですよね、木村すばるさん。だって一番最初だ、本当ジャイアンの声の人とタッチ交代した時、まだ確か10代だったと思うんで。10代ですね、あの頃は。そう。で、それで、20歳になった時にジャイアンの元々の声の人と一緒にお酒を飲んだっていう話もあって、今、そのね、自分でいろんなところでやっぱり力出してきちゃってますからね。本当、芸歴は長いと思いますよ。すごいですね。あと、まあなんか、昔はね、やっぱこう、ドラえもんに出てると他のにあんまり出れないとか、その国民的アニメに出てる人は、ね、その活躍の幅がちょっと狭まっちゃうみたいな感じでしたけど、木村昴さんはね、だんだん前に出て。頑張ってますよね。で、あれです。私の、教えてくださってた先生が、サザエさんのノリスケおじさんの大元の、なんて言うんですか、一番最初の方だったんですよ。はい、で、私が、別に舐めてたわけじゃないんですけど、はい、私、イクラちゃんやるから、パパやってくださいよっていうようなことを話して、おいいよって言って、二つ返事してくださって、はいはい、で、授業始まる前に二人で、サザエさんごっこさせていただいて。へー、いいな。すごい、楽しかったです。みんな驚いて、なんてことをさせてるんだみたいな。いや、だっていいよって言ってくれたしと思って。怒られたとしてもやるだけやってみようって思うタイプではありました。なんか、リスペクトを忘れなければ、基本的に、うん、こんなに怒られることはないと自分の中で思ってるんですよね。うん、だから若い子が、まぁ、ちょっとね、こう、まぁ、自分もこう、ね、こう、専門学校で教えてますけど、生意気っぽいようなこと言っても、こう、馬鹿にしてるわけじゃないんだなっていうのが伝われば、あんまいいかなと思うんですよね。怒るし、自分の方がね、むちゃくちゃやるなんて、なんか、そういう、何も考えないで発言してたこととか多かったんで。あれが言うね、上の先輩の人たちが許してくれるんだったら、ね、自分も許さないって、うん、昔の自分に比べれば、100倍増したよ、みたいな。そうなんですよね。結構先生も、みんなやっぱり、すごい人だと思うと、やっぱ物おじいするじゃないですか。だそういうのなしで、もうぐいぐい行っちゃってたんで、まあ、可愛がっていただいて、いろいろ遊んでいただいてましたね。声の、出演とかで。まあ、もう、ちょっとね、その時ぐらいに、その方が、鼻の奥にできる癌ができてしまったから、もう、ちょっと自分は出てこれないんだっていう話をされて、で、それでしばらくしてからもう、やっぱり亡くなってしまった形だったんですよ。だやっぱりそういった時にやっとけばよかったなっていうふうに思わないで、やれる、ね、遊んでいただいて、本当、今ではありがたい話ですね。それで、裏話っていうか、その人からいろいろ伺ってたのは、初代のカツオの声の方いらっしゃるじゃないですか。はい、はい。その、カツオの声をやってて、もう、やってる最中も、もう、その時80ぐらいだったらしいんですけど、もう立てなくって、椅子の上にこうやって、そうなんです。カツオをやってあんな元気な声なのに、立てなくて、座ったまんま台本を読んで、マイクを全部こう下ろしてもらった状態でもうやってたっていう裏話とかも伺いましたね。芸事に対するね、そういう真摯な姿勢って本当、尊敬しますよね。いや今回、まあ、聞き手の川村さんが来ていただいてる
来ていただけるってことだったんで、はいはい、私の方もですね、階段を一つ用意させてもらったんですよ。あのね、総流チャンネルさん別に頼んでないんですよ。あの、怖い話スタイルでやってくれるので、ね、非常にありがたいんですけど。いや、もうね、北中村さんって言ったら、やっぱ階段をね、あの、ちょっとお伝えしなきゃいけないかなっていう使命感があったんで。はい。なのでね。続くと怖いな、他のシリーズでも。他のチャンネルでも怖い話を聞かされ続けるのだろうかと思いながら。いや、やっぱり、ね、聞き手の川村さんって言ったらご用意させていただかなくてはいけないですから、はい、その部分はしっかりとご用意させていただきました。わかりました。じゃあぜひ聞かせてください。はい。ありがとうございます。ね、まあ、もともと私たち、まあ、総流チャンネルやってるんですけど、まあ、はい、結構みんな霊感がそこそこあるっていうことで、まあ、怖い話っていうのが、YouTube の方でさせていただいてるんですよ。はい。で、私は結構自分の実体験のみお話をさせていただいてるので、私の今回お話しさせていただこうと思ったのが、うちの母の体験談をちょっと伝え、お伝えできればなと思ったんですよ。うちの母って、昔、まあ、介護士、今やってるんですけれども、昔、病院の方で、仕事をしてたんですよ。ヘルパーさんとして。で、まあ、愛病院にしておきますけれども、その愛病院で、結構長い間働いてたんですけど、そこって、結構出るんですよ。で、まあ、何が出るのかって言ったら、まあ、人じゃないものが出ている。でも、見ても見ないふりをするっていうような、状態だったんですよね。もちろん看護師さんたちもみんな知ってるけど、まあ、しょうがないよね。それは出てもしょうがないよね。みたいな形で流されるようなところだったんですよ。で、ある日、まあ、病院内ですから、多くの方が出入りするし、プラス、やっぱりね、病気で亡くなる方がいらっしゃるんですよ。で、結構、うちの母は、お化粧がうまいので、はい。その、亡くなった方って死に化粧って、ありますよね。ええ、結構ね、で、その、ある、まあ、方が亡くなった時に、じゃあ、うちの母に、じゃあ死に化粧をっていうような形、頼んで、あったんですよ。で、そこで、まあ、まず、お化粧する前に、やっぱりベッドメイキングとかもしなくてはいけないので、とりあえずご遺体は、霊安室に、行って、で、そこのベッドメイキングの方を、まず、してたらしいんですね。はい。そしたら、ふわーっと、こう、風が吹いたそうなんですよ。うん、で、あれ、おかしいなーって思ったんですけど、そこって結構角部屋だから、もちろん風が通るような場所じゃなかったんですね。すぐ、病室出てすぐ左がもう壁だったんで、風が通っていくっていうことも考えづらかったんですよ。なんだろうなーって思ったらしいんですけど、まあ、とりあえずすぐやってしまわないと、次の仕事もあるので、で、ベッドを直してるときに、後ろに数人廊下を通っていったらしいんですね。あれ？はい。誰か通ってったなぁと思って振り向くんですけど、まあその時姿が見えないんで、またベッドを直すとまた誰か通ってる。おかしいなぁと思った時に、あることに気がつくんですよ。進んでいく方向は全部壁なんです。あ、廊下を横切るんではなくて壁側に吸い込まれるみたいな感じになる。そうなんですよ。うん、で、壁っての方に歩いていくんだけど、みたいな感じで覗き込むんですけれども、もちろん壁しかないし、通った人がいるわけでもなかったんですね。で、うわ、怖いなーって思ったんですけど、一緒に、その時に、やっぱ看護師の方が、一緒にいたらしいんですけれども、その人もちゃんと見てて、はい、あそこ霊道だからね、通るんだよ。だから気にしないで、早く終わらせようねっていう風に言ったらしいです。いや、気にするわいっていう感じですよね。そんな。
気になって気になってしょうがないみたいに、あの、ちらちらやっぱ見えるそうなんで。はい、だけども、知らなければね、霊道って言われてもなんだかわかんないですよね。そうなんですよ。だからもう、霊が通り道だからしょうがないんだよねっていう風な形で、当たり前のように話す看護師さんの方も怖かったっていう風に言ってましたね。で、その後に、やっぱあの、ね、霊安室に行って、亡くなった方の、最後のお化粧をしてる時も最高潮に怖かったと。いや、怖いぞ。ちょっと霊安室とか入れないですよね。そんなの。本当にそれで、そういった経験が結構多々できるような病院だったらしくって、ある日、母に呼ばれたんですよ。はい。ちょっとうちの病院おかしいから、ちょっと来て、見てくれないっていう風な形で私言われて、で、一回その病院に行ったことがあるんですね。で、やっぱり当然病室の方までは私関係者じゃないから行けないんですよ。で、じゃあ待合室で待ってるからっていうことで、待合室で待ってたんですけれども、その時、ちょっとトイレに行きたくなったんですね。はい。で、あ、トイレに行きたいから、ちょっとトイレ行ってくんねっていう風な形で母に話をした時に、こうトイレに入った時に、トイレ、女子トイレだった、まあ、当然女子トイレなんですけど、はいはい、入った時に、あることに気がついたんですよ。何ですか？トイレが全部合わせ鏡だったんです。おトイレの手の洗うところと、真後ろにも、お化粧を直すために大きい鏡があって、はいはいはい、パッて顔を上げた時に、無限に広がる、私がいるっていう。え、ちょっとなんか気持ち悪くないですか、作り的に。そうなんですよ。もう、作り自体の問題だったんですよ。霊道うんぬんじゃなくって、ここから出入りしてるんだなっていうのがすごく分かって、もう二度と行かないかったですね。いや、なんか合わせ鏡のね、よく噂って聞きますよね。なんか吸い込まれるんだとかね、異世界に続くんだとかみたいな話もよく小学校の頃とかにも。ありましたよね、うん。うん。そうなんですよ。で、作りがもうその、合わせ鏡になってる時点で、もう絶対何かいるじゃんっていうような気配もするんですよ。うん。でも、奥まで怖くて見に行けないみたいな、もう、だ手前で済まして早く出ていくみたいな形で。いやちょっとやだなで、やっぱり、他の患者さんとか、来る方とかも、トイレが一番怖いって。うん、いうふうに話もしたりするのを聞いたりしてたらしくって、うん、いや、これは怖いよと。いや、だって自分に見られてね、なんか用を足すのも嫌ですからね。本当、入った瞬間に、ってなりましたもん。何を考えて立てたのか全くわかんないんですけど。そうなんですよ。だから見やすさを考えて、そういうふうに立てたのかもしれないですけど、あだになってるような病院でしたね。すごい害があったわけではなかったですか、お母様は。そうです。害は特になかったんですけど、まあ、見るような場所だったらしくって、やっぱり、ね、それこそよく聞く話ですけれども、亡くなってるはずなのに、ナースコールが鳴るとか。はい。はい。あと、ね、廊下とかに夜勤で見回りしてると、廊下の方におばあさんが立ってるから声かけようと思ったらいなかったとか。そういった話はもうやっぱり多々あったそうですね。やっぱ定番なんでしょうね、その病院のね、階段とか。どこの病院でもそういうのが、ね、ある程度あるみたいな話を聞きますからね。うん、そうなんですよな。まあ結局ね、生と死が交わる場所って言ったらそうなんですけれど、うん、まあそれでやっぱりね、未練があるんだか、建物の記憶なのかっていうのは、その部分はわからないですけれども、多いですよね、そういうところは。自分なんか霊感とかないんですけど、その病院の空気がすごく苦手で、うん、あなんかこう負じゃないんですけど、負のオーラみたいなものすごくなんか、うん、いいってなっちゃうんですよね。長くいられない、うん、お見舞いとか行ってても割となんかしんどい感じで、まあ、確かに弱ってる人間が行くから余計負のオーラは出ますからね。そういうこと考えると、やっぱり私も病院ってあんまり好きじゃないんですよね。うん、いくら明るくなって綺麗な病院だって言っても、
行きたくないですね、できれば。西浦さん、しょっちゅう入ってますけどね。もうやめていただきたいんですけど。確かにそうですよね。前ちょろっとなんか他の時に話したんですけど、私病院自体にいい思い出ってそんなにないんですよ。なかなかいい思い出は作りづらい場所ではありますよね。まあそうなんですけど、うん、なんかエレベーターとか乗ったら必ず押してないのに地下のあの恋愛室のところまでエレベーターが運んでくれるとか、そういうのばっかりだったんで、階段使えば変な顔が出てくるとか、もう、だから病院ではもう一人では、なんて言うんですけど、下に行ったりとか、とか売店に行くっていうのは本当怖いですね。うん、なんかある程度この霊感ね強い霊に敏感な方とかってのはやっぱそういうのは苦労があるんですね、うん、あると思いますよ。まあ私なんてそこまで強いわけではないですけれど、そこまで強くなくても見えてしまうっていうことを考えると、強い人っていうのは病院なんて行かないんじゃないですかね。うーん、お時間となりました。例のね、こうチャンネル登録者もね、500人。そうですね。500人いけるように、頑張って。今何人ぐらいでしたっけ？今、500人はまだいってない。400、なんだ、70行ったり来たりって感じだったはずですね。なるほど。あと30人ぐらいですか。真冬が楽しみでしょうがないですよね、私たち。500人達成したら滝行が待ってますんで。そうですよね。そうなんですよ。真冬は取れ高は高いです。もうワクワクしかしないですから。他人事だから。今ぐらいにね、これがこの動画が公開されるぐらいで撮影されるとちょうどいい感じ。今ねちょうどね、なんかまだ11月なのに暑いですからね。そうですよね。今年なんか暖冬だって言ってたんで、2月3月。1月2月あたりを期待してるんですけれどね、はい、それまでにガツッと達成できるように、よろしくお願いします。ぜひぜひこちらの方こそ、ね、西浦さんの方ももう少しで3万人でしたっけ。3万人ですね。はい、もうそちらもがぜん応援していろいろな友達におすすめしてるんで、ぜひぜひ頑張っていただければと思いますので、はい、また機会がありましたらぜひお声かけてください。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。